スコット・トーマス・マクガフはアメリカ合衆国ペンシルベニア州ピッツバーグ出身のプロ野球選手、ウトウ・ミギウチ、東京ヤクルトスワローズ所属、東京オリンピック野球銀メダリスト、2008年の MLB ドラフト46巡目で地元のピッツバーグパイレーツから遊撃手として指名されたが、これを拒否してオレゴン大学に進学した。2010年には、 アメリカ合衆国大学代表入りし、日本で開催された第5回世界大学野球選手権大会にアメリカ合衆国代表として参加した。2011年の MLB ドラフト5巡目でロサンゼルスドジャースから投手として指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オグデン・ラプターズと A 級、グレートレイクス・ルーンズでプレー2012年は、 a 級 q ランチョクカモンがクエックスでプレーした。a 級 q ジャクソンビルサンズ時代2012年7月25日にハンディー・ラミレスとランディ・チョートとのトレードでネイサン・ヨー・バルディと共にマイアミ・マーリンズへ移籍した。2014年にはトミー・ジョン手術を受けたため全休した。2015年8月20日にメジャー初昇格。同日のフィラデルフィア・フィリーズ戦でメジャー初登板を果たし、 三回三失点という内容だった。この年メジャーでは6試合に登板して、防御率9.45、4奪三振を記録した。2016年4月15日に、ウェーバー工事を経て、ボルチモアオリオールズへ移籍した。2017年は主に参加のトリプル A 級、ノーフォークタイズでプレーした。2017年11月23日に、コロラドロッキーズとマイナー契約を結ぶ。 2018年シーズンは、参加トリプル A 級アルバカーキアイソトープスで43試合に、登板し7勝3敗、防御率5.55の成績を残した。11月3日に FA となり、その後11月9日に再契約したが、12月18日に自由契約となった。2018年12月25日、アルバートスワレスと共に東京ヤクルトスワローズが、 獲得したことを発表した。背番号は37。2019年4月10日の広島東洋カープ戦で9回裏を無失点に抑えると10回表に打線が12得点を上げたため来日初勝利を記録。その後は主に勝ちパターンを務めていたが、7月4日の広島戦で石山康七の代役として初セーブを挙げるとそれ、以降は抑えに定着した。 オールスターにも石山の大役で出場した。終盤は打ち込まれる試合もあり一時、デビッドハフに抑えを譲った時期もあったものの、シーズン通じて登録抹消されることなく65試合に登板し、6勝3敗18、ホールド11セーブを記録した。2020年は、序盤は打ち込まれるも徐々に調子を取り戻した。最終的には、防御率3.91と、 前年より悪化したが、50試合に登板してチームを支えた。オフに推定年俸100万ドルで2年契約を結んだ。2021年は開幕よりセットアッパーとして起用されていたが、ストッパーを務める石山の不審により、5月下旬より抑えに配置転換された。6月には月間中西部の球団新記録をマークした。 7月2日に東京オリンピックに出場するアメリカ代表のメンバーに選ばれ銀メダルを獲得した。最速時速 158km の直球と変化球はスプリット、カットボール、稀にシュートを投げる。遠征の時にチームメイトたちと一緒に夕食に出かけ野球やプライベートなことを話すことが大好きだと語っている。NPB、ありがとうございます。